네, 감사합니다. 뭐, 야, 화이트! 도짱, 가짱, 모래! 韓国住めねえわ！もうマジやばいって！たった今起きた話です。うちの電気、止まりました！もういっつも急だよね！ここまで来たらもうドッキリで大丈夫そうじゃないですか？神様、そろそろ出てきて！シンプルにやばくない？電気使えないんだよ。致命的です！もう冬には寒すぎて水凍って水道使えないし、春には原因不明でガス止まるし、で、今日電気止まるし、もう何これ？次俺の家。火事でも起こる？マジでたった今すぎて私もまだ状況整理できてないんだけど、普通にね、今ショーツ動画撮ってたんですよ。で、撮影終わってご飯食べようと思って、いつものように電子レンジを使おうとしたら、電子レンジ永遠に電源が入らないわけ。でも中古で買ってるからさ、壊れたんかなーって思って、何度も試行錯誤した結果、そもそもこの家の電気全部止まってて、すぐさま大家さんに電話したら、普通に電気使えるよーって言われて、いや、おかしいと思って、すぐさま電気会社にテルしたら、お客様確認したところ今月分の電気代支払われてないため停止しております。はぁ？みたいな。私一回も電気代とか滞納したことなくて、韓国も電気代は口座から自動的に引き落としになる設定になってるんだけど、もうこれ銀行にトラブルあるんかなと思って、銀行に問い合わせたの。したっけ？お客様確認したところ現在残高0円でございます。残高0円？いやいやいや、そんな開示みたいなこと起きまへんからって思って確認したら、私の韓国の通帳、綺麗にお金、そこついてました！笑えないって！俺強制帰国？前の動画でも話したんだけど、なんで俺の残高が0円になったかっていうと、私のお給料って全部日本の口座に行くのね。だからいつも日本のお金を韓国のお金に変えてから、韓国で生活を送ってるんだけど、今、韓国のレート下がりまくってて、この状態で韓国のお金に変えたら、もう10万円くらい損するの。だからさ、レート上がるまでずっと待ってるんだけど、あいつマジ一生落ち込んでて、マジ上だけ向いて歩けよ！もうレート上がるまでずっと待ってたら、ついにガチで韓国のお金底ついてしまって、電気すらストップしちまったわけ。いやマジでやばいんだけど、普通に韓国のお金たんまりあるべと思って余裕かましてたんだけど、1ヶ月でこんなお金消える？もう聞いてないって。一旦さ、今いとことかに電話して電気とかなんとかなったんだけど、俺日常でやばいこと多すぎて、もうこれいつも見届けてくれるファンの皆さんの名前、これからさ保護者さんに変えてもいい？私さ、道歩いてたらよく声をかけてもらうことが多いんだけど、韓国の街とか歩いてたら、ちょ、ミンスだよね？やばいじゃん、久しぶり。俺、高校の同級生、とか、もう新大久保とか歩いてたら、ホテルネルーナ見ましたよ、もう私が一番好きなドラマです。とか、俺じゃねえんだ！誰ミンスって！俺ドラマ出たことねえし、マジでほんとびっくりするくらい、知らない人に俺、間違えられがちなんだよね。そう！俺に似てる顔、多すぎ問題！小さい頃からさ、もう、私の親戚に似てるわ、とか、もう知らない人に似てるって、日本でも韓国でも言われることがマジで多くて、最近入って DM とかでも、今、キマルンさん飛行機で見ました！ YouTube やりながら CM もやられてるんですね！本当に尊敬です！とか、さっきキマルンさん地下鉄で見かけました！斜め前にいたのに話しかけられませんでした！とか、全部俺じゃねえんだ！もう私に似てる人多すぎて、ファンのみんなも人違いしてるわけ。で、ついにこれ、どこまで行ったかっていうと、私、韓流大スターにまで人間違いされまして、どういうことあったかっていうと、もう韓国の一流俳優、カンハヌルさんいらっしゃるじゃないですか。そのカンハヌルさんと私実は家族で仲良くさせていただいていて、でもなかなかタイミングが合わなくて、私だけ家族の中で一回もお会いしたことがなかったのね。もちろんカンハヌルさんも私の存在写真でしか見たことがなくて。で、この前、カンハヌルさんが東京でファンミーティングを行ったの。ちょうど私もその時東京にいてて、遊びに来なよみたいな感じでご招待していただいたのね。で、その時初めてお会いしてご挨拶伺ったんだけど、カンハヌル様、私見て第一声。うわー、もう今回のワールドカップ本当に最高でした。もう点数決めた時泣いちゃいましたよ。え？ワールドカップ？したっけ？カンハヌルさんの事務所の社長が、いや、キバルンさん。この人、キバルンさん。あ、キバルンさん？あ、ごめん、やばい。ファンフィちゃん選手にめちゃくちゃ似てて、間違えてました。もうめっちゃ似てるって言われて、韓流大スターにまで、
サッカー選手と人間違いされました。俺だよ。でもその場でファービーちゃん選手って誰って思ってグーグルで調べたら、見てこれ、めっちゃ似てんの。もう俺の遺伝子飛び散りすぎ。てか私ずっとみんなに話してこなかったことが一個あって、今振り返るとマジですごいことだったんだけど、なんかもう時効だからさ、今日話しちゃって大丈夫そう？私7年前大阪に住んでたんだけど、長い休みがあってね、韓国帰ろうって思って普通に関西空港に行ったので、いつものように国際線でチェックイン済ませて、搭乗口向かい前にトイレ行こうって思ってトイレに行ったので、普通に用を足してたら、なんかトイレの入り口からもうやばいよ、すんごいオーラを醸し出したイケメン韓国人3人がトイレに入ってきたの。もう明らか人間じゃないわけ。もうみんなわかる？妖精を見た感じ。顔ちっちゃいのに、もう肩幅は太平洋で、もう足は超長いわけ。ほんでとにかく顔がバカイケメン。わあ、これ絶対 K-POP アイドルだって思ってたんだけど、まさかのその3人が私の真横で用を足し始めたのね。すげえ、私今 K-POP アイドルと一緒に、おしっこしてる。しかも今このトイレに俺とこの3人しかいない、何事って思ってたんだけど、私その当時 TWICE とかも女性アイドルにしか興味がなくて、申し訳ないんだけど、そのイケメン3人が誰だか分かんなかったのね。でもまあとにかく私はその謎のイケメン3人と一緒にトイレを共にしたので、トイレ出た瞬間、もうすごいよ、そのイケメン3人のファンの子たち、もう女の子たちですね、だいたい150人くらいがみんなトイレの前で待機してるわけで、みんなさ、トイレからイケメン3人が出てきたと思って全員俺にカメラ回してきたんだけど、人違いですみたいな、で SP みたいな人に誘導されてトイレ出たんだけど、もう女の子たちがみんな私のところに寄ってきて、どうでしたか、イケメンでしたとか、もうめっちゃ尋問されるわけ。一体俺は誰と一緒に用を足したんやって思って聞き返したら、はぁ、てめえふざけんじゃねえぞ、天下の BTS 様だぞ。BTS 様？いやー！なんと私7年前 BTS のメンバージミン様、ジョングク様、ジン様と一緒に関西空港のトイレで用を共にしたの。やばいって。で普通にもう戻ろうと思ったらカメラいなくて、ふざけんな、もっと一緒にいたかったし、なんなら手とかも一緒に洗いたかったのに、もう俺何やってんだよ。 BTS10 周年おめでとう。最近さ、よく韓国人の友達が私の家に遊びに来るんだけど、普通さ、家帰ってきたらみんな手から洗うじゃん。でも奴ら必ずもう10人に6人は人んち入ってきて、まず最初足から洗うんよ。いや聞いてない聞いてないみたいな。でも本当にマジで韓国人足から洗うんだよね。こういうさ、もう島国日本に住んでたら理解できない韓国人の変な習慣、1日1個は出てきて、もう慣れていくのに必死ないよこつとら。今日は私が3年間韓国に住みながら、これもうちょっと日本と違いすぎてある意味面白いわっていう韓国人の変な習慣厳選して今日共有しちゃっても大丈夫そう？ OK、 知恵未数学のテスト勉強後でにして。マジで最近日本にも韓国人増えてるから、みんな絶対知っといた方がいいんだけど、韓国人の変な習慣、まず一つ目は誰にでも先生って呼ぶ。はぁって感じだよね。私さ、この前韓国の区役所に行って住民票の手続きしてたら、ずっと区役所の職員の人が私のことを名前じゃなくて、じゃあ先生ここにサインしてください、はい次は先生の住所をここに書いてくださいとか、もう何かあるごとに職員さんが私のことを先生って呼ぶわけ。何俺あなたの教え子？もしかして前世で私教えてた感じ？やだもう先生とか他の人も見てるから恥ずかしいとか一人でやってたら、横にいた韓国人の友達が、お前何やってんの？韓国は知らない人の名前呼ぶとき名前呼ぶ代わりに先生って呼ぶんだよみたいな感じで言われちゃいまして。そう、韓国では区役所とかコールセンターとか名前を知らない相手に対してあなた様って呼びたいとき先生って呼ぶらしいの。確かに私一回韓国で携帯なくした時警察に行ったので、その警察さんずっと私のことを先生って呼んでて、振り返ったら私韓国でめちゃくちゃ家庭教師トライやってたわけね。だからもう韓国では先生っていうのはあなた様っていう意味でも使われるんやみたいな。ちなみになんで呼び名が先生で選ばれたのかっていうのは理由誰もわかんないらしいです。だから皆さん、もし韓国で区役所とか行ったら誰でも簡単に
先生になれちゃうよ。本で二つ目、席取るとき貴重品置く。韓国人って本当に人のものを盗まないっていうか、人のものに関心がないわけね。うちの国ってマジ窃盗がほとんどないから、席取るとき普通に財布とか携帯とかテーブルに置いちゃうんだよね。もう本当やめて。盗まれたらどうする。絶対にありえないよあんたたち。私はそんなこと絶対にできませんって思ってたんだけど、気づいたら私もMacBook で席取るようになってました。秘密情報ダダ漏れ。本で3つ目、ご飯食べるとき箸とスプーンをセットする。韓国人ってご飯食べる前に一番最初にやる儀式っていうのがあるの。それはね、韓国人はご飯食べる前箸とスプーンを全部セッティングしておくの。理由は簡単、もうせっかちだから、もうご飯が出てきた瞬間すぐさま食べたいから、ご飯食べる前は完璧な環境をセッティングするっていう変な習慣があるのね。本で4つ目、チキンにゼロコーラ。韓国人の体の8割はもうチキンでできているって言っても過言じゃないくらい、本当によくチキン食べるんだよね。でもチキンってカロリー高いし、秒で太るからさ、食べてる時の罪悪感が半端ないわけ。そういうもう自分を否定したくないがために、韓国人って少しでもヘルシーな気分にさせてくれるゼロコーラと一緒にチキン食べるんだよね。もうこれ国民ルールって呼ばれていて、ほとんどの人がゼロコーラで自分の気持ち落ち着かせてるわけ。いや私チキン食べたけど、ほら見てゼロシュガーやからみたいな、もうめっちゃドヤ顔されるんだけど、あんたたちゼロだからって言ってダイエットに何も効果ねえからな。本で5つ目、ティッシュはトイレットペーパー。これ多分みんなが韓国の食堂に行って一回経験あると思うんだけど、韓国って食堂に普通にトイレットペーパー置いてんの。日本ではトイレで使うもの、なんで食堂に置いてるみたいな、え汚くないって思う人結構多いと思うんだけど、韓国ではトイレットペーパーもうティッシュと同じ感覚なのね。っていうのも、日本のトイレットペーパーはトイレに流すものっていう認識があると思うんだけど、韓国はトイレにトイレットペーパー流せなくて、横にあるバケツに捨てるのが当たり前だから、トイレットペーパーもティッシュももう同じ感覚なわけ。だから普通にトイレットペーパーで口拭くし、机とかも拭いちゃうのね。本で6つ目、知らんけどよく関西の方が使う口癖、知らんけどってあるじゃん。実はそれ韓国人もよーく使うんだよね。何か聞かれたら絶対まず最初知らんけどっていう習慣があって、ワンクッション挟みたい関西人と同じ心理が働くわけね。例えば、あれ美咲どこ行った、知らんけど遊びに行った、え次何の授業だっけ、知らんけど数学みたいな、みんな知らんけどとか言いつつ全部答えてくれるわけね。これマジ韓国人の9割は使う口癖なんだよね。知らんけど。本で7つ目、お会計のサインバリ適当。日本ってお会計する時のサインめちゃくちゃ丁寧に書かれますやんか。でも韓国人ってお会計する時のサインマジでめちゃくちゃ適当なんだよね。もうグニャグニャーとかテンとかマジでやる気ないの。最終的にはもうサイン書くのだるすぎて店員さんが代わりにサイン書いちゃうのね。ほんで8つ目、お前のものは俺のもの。日本はさ、友達が家とかに遊びに来たらいくら仲良くてもトイレ借りてもいい、窓開けていい、水飲んでもいいって絶対何々してもいいっていう許可取り取るじゃん。でも韓国は仲いい友達同士だったら全て共有するっていう習慣があるんだよね。トイレ借りていいとかもう聞かないの。もう自分の家かのように過ごされるんですね。もうこの前友達、私の家にある日本のお菓子全部何も言わずに食べて帰りましたからね。仲いい友達同士だったらお前のものは俺のもの状態、もうジャイアンです。なんで9つ目、韓国人の8割はつく嘘。韓国人はね、もうこの嘘つくことがもう習慣化してて、絶対にこの言葉信じちゃいけないよっていうのが3つあるんだけど、まず1個目がもうつく。韓国人のもうつくは残り20分から30分、ひどい時はもう家を出る際にもう出るっていう人もいます。人によるんだけど、待ち合わせ時間少し遅られるのって結構当たり前で、もうつくって言われたら絶対にまだつかないっていうの分かるから、ようやくこいつ家出たんやって認識してるようにしてます。ほんで2個目が、お酒
一杯だけしよう。これも一杯じゃ終わりません。韓国人の一杯はもう50杯まで行きますから、絶対に騙されないでください。私も一回一杯だけしようって言われてチャミスル4本飲みましたからね。ほんで3個目、お腹いっぱい。これ特に女の子が使いがちなんだけど、韓国人ってお腹いっぱいとか言いつつ永遠に食べ続けるの。しまいにはもう無理、もう絶対お腹入らんとか言いながらスタバでケーキ3個くらい食べてんだよね。いやいやいや、さっきお腹いっぱいって言っとったやんかみたいなこと言ったら、ケーキは別腹やろ、ほら勝ち込むぞって言われて、もう何を信じたらいいの。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。もうとりあえずお金はないけどゴキブリのようにしがみついて生きていきたいなっていう風に考えております。キバルパンの耳でも噛んで元気出しなーっていう方はですね、チャンネル登録と高評価、この2つよろしくお願いいたします。あとですね、コメントいつもありがとうございます。全部見てるからコメントよろみー。あと僕インスタグラムとツイッターやっております。こちら2つでも韓国情報や私の日常さらけ出しておりますので、どちらか2つ適当にチェックラー。ということで、この家に住んで水道ガス電気は止まり、そろそろ火事が起きるんじゃないのっていうノリなんですけれども、絶対に YouTube の銀の盾だけは守り続けられるように、私の方から幸をお届けさせていただきたいと思います。皆さん行きますよ、せーの、あたちやれ。今週もお疲れ